イタリア、マテーラの地下住居南オーストラリア、クーバーペリの地下宝石店スロバキア、ブロフルフチェで発掘された家の霊地下生活とは、自然の洞窟や人工の洞窟、地下に建造された構造物など地評価での生活を指す。地下住居は環境への影響を最小限に抑えたいと考えている人を含む、家探しをしている人にとって、地上住居に変わるものになる。 工場やオフィスビルでは、騒音軽減、エネルギー削減、セキュリティなどの地下住居と同じ理由の多くで、地下施設の恩恵を受けることができる。地下住宅のいくつかの利点としては、厳しい天候の影響の軽減、静かな生活空間、周囲の景観における、控えめな存在感、周囲の地球の自然な断熱特性による、ほぼ一定の内部温度などが含まれる。魅力の一つは、 地下住居のエネルギー効率と環境への配慮である。ただし、地下生活には、洪水の可能性などの特定の欠点があり、場合によっては特別な排水ポンプシステムを設置する、必要がある。イタリアのマテーラの洞窟住居、オーストラリアのクーバーペディ、チュニジアのまたまたのベルベル人の洞窟、さらに、南極点付近のアムンゼンスコット基地のような、極端な環境にあるコミュニティにとって、 住宅の好ましい形態となる。地下の生活構造は完全な地下ではない場合もある。そのような建造物の場合は、丘に建てられた建造物の一部が露出することがある。この露出により、室内照明が大幅に改善されるが、地表への露出が大きくなる。スキタイ及びドイツの地下住居に関しては、文献記録のみが残っている。以降は、スイス、メクレンブルク、 バイエル南部で発見され、そこは直径11から15メートル、深さ2から4メートルの夜間のように広がった丸い形をしていた。オーストラリアの田舎の一部では、地下の家はプレイリードックの巣穴に似た方法で建てられている。地上よりも高い位置にある煙突と地上より低い入り口がある。この位置により、家全体に風が吹き続け、空調の必要性が軽減。 またはなくなる。地下生活のための構造を開発する様々な方法がある。地下生活は JRR ルキ金の物語におけるコビットの穴やジュールベルヌの黒いダイヤモンドなどが物語の舞台としている。サンクス1138など一部の映画はほぼ完全に地下都市を舞台としている。フォールアウトシリーズでは ボールツと呼ばれる地下シェルターが登場する。短編 SF 小説では、英国作家 e m フォースターによるザマシンストップスが架空の地下都市を舞台としている。地上へ出る行動が放落したコピアポ鉱山落盤事故では、鉱山作業者33人が600メートル以上の地下で2ヶ月以上生活した。そのうち、事故発生から18日間は外部からの援助なしに乗り切った。 ありがとうございます。